カツ田ダ・フジローカツラダ・から1946年4月5日は日本の医師、病理学者である。日本重血球中の発見で知られる。1867年、大正寺藩士であった、正代豊成なりの長男として、加賀国縁馬郡大正寺長耳木山町に生まれる。陽名は高吉。幼少から勉学に優れ、1882年に、 金城小学校の高等小学前科を主席で卒業している。翌1883年5月に石川県立金沢医学校に進学。1887年に石川県立金沢医学校を主席で卒業後、帝国大学医科大学病理学教室に入り、初代教授の三浦森寺に指示した。この年、桂岳の養子となり、家督を継ぐ。 藤郎と名。千1890年、三浦の推薦を受け岡山の第三高等中学校医学部に講師として赴任。病理学及び法医学を担当した。同校が発足して2年目のことである。当時、岡山地方にはジストマ病が蔓延しており、東京帝国大学医科大学病理学教室教授に就任したばかりの山際勝三郎。 内科学教室女子の井上善次郎がハイジストマ調査のため東京から出張している。桂田も彼らと協力して病院解明に向け研究に取り組んだ。なお1891年、井上は縁あって第三高等中学校医学部教授に赴任している。1893年、岡山医学専門学校病理学教室教授に承認する。当時、 東京帝国大学以外の医育機関に、専任人の病理学教授が置かれた初の例となった。その後も、カツラダは、岡山に本拠を置き、ジストマ病の調査、研究を続けることになる。1899年、文部大臣より2年間のドイツ留学を命じられ、フライブルク大学のチーグレル教授に指示した。フライブルクでは7編の論文をまとめている。 1901年1月、帰国を前に、文部大臣より、欧州各地の巡遊を許可されたためイタリア、オーストリア、ロシアをめぐり、ロンドン経由で1902年2月に帰朝復職した。同年5月には、東京帝国大学に学術論文を提出し、医学博士の学位を授与されている。桂田藤郎による、日本重血球中発見のドイツ語論文。 1904年1904年4月、山梨県の地方病解明のため同県甲府市に滞在。患者の検体から得られた正体不明の中乱を観察し、これまで自らが研究してきた肝臓自士とまは異なる吸虫類なのではないかと推定した。桂田の協力者であり、当地で委員を開業していた三上三郎の飼い猫を解剖し、 アルコール固定した肝臓と腸の摘出標本を岡山に持ち帰った彼は同年5月26日、その肝門脈からついに本疾患の病原と思われる新種の二口充血球虫を発見する。京都帝国大学医科大学病理学教室教授の藤波明が患者の肝門脈から新種の寄生虫を発見するわずか4日前のことだった。 この猫から見つけ出した寄生虫をカツラダは私有遺体級中属シスタスマムの新種として日本重血球虫シスタスマムジャポーニカムカツラダと命名しその概略を1904年8月13日付官報第6337号に掲載さらにドイツ語の論文にもまとめて報告した日本重血球虫の発見で有名になったカツラダは 研究だけでなく、教育にも、熱心だったことから学生たちにも慕われ、名実ともに、岡山医学専門学校の看板教授となった。しかし、これが、当時の学校長との圧力を生むことになる。1905年1月、桂田は、京都帝国大学福岡医科大学の講師を移植されるとともに、病理学教室の責任者に指名された。講師の移植は、 翌1906年8月に一旦解かれたが、その時桂田を福岡医科大学病理学教室の専任教授として招きたいと、福岡医科大学の大森治豊学長並びに3人の学生代表が自ら岡山に来て請願したため、岡山医学専門学校校長の菅幸房は桂田の九州天人を了承した。地方の医学校出身の桂田にとっては栄転であるが、 岡山の地に愛着を感じていた彼は学長の行為に感謝しながらもこれを誇示した。1912年11月9日、桂田は釈然としない理由で文部省から突然の文言休職を命じられた。桂田の評判を心よく思わない官公庁が文部省に桂田避難の報告を行ったのである。文部省は校長の意見を入れて カツラダを文言給食処分としたのであるが、それに対しカツラダの復職を要求する学生ストライキが二度にわたり刊行され、また学生代表が上京して文部省にカツラダの復職と学校の改善を直訴するなど、学内は大混乱に陥った。最終的にはカツラダの給食は解かれないものの校長も隕石辞任することになり、学内だけでなく、 地域社会まで巻き込んで全国を騒がせた岡山医学専門学校の紛争はここで一応の終結を見る。この騒ぎで3人の学生が方向処分となっている。文部省は桂田に給食を命じたが事情を勘案したためか桂田を給食教授のまま翌1913年にロンドンで開催された万国医学会の日本代表委員として派遣し、当地で 日本重血球中に関する講演を行っている。帰国後の1914年11月、桂田は、岡山医学専門学校を正式に辞し、拠点を岡山から神戸に移した。大阪商船社長の中橋徳五郎の出資により、神戸に、船院病及び熱帯病研究所と、付属設備病院が設立されたのである。桂田はその初代所長兼病院長に就任し、 ご半生を研究と更新の指導に専念した。この間1914年5月、救虫類の研究についての論文により、東京帝国大学理科大学から理学博士の学位を授与されている。1918年、日本重血球虫症の病院解明による業績で、藤波明と共に帝国学士院賞を受賞。戦後間もない1946年、 肺炎のため郷里の蚊が大正寺で死去。80歳没。ありがとうございます。